お、見っけたぞ、見っけたぞ。これだろ、絶対。切ってみようかってか、切り裂いたよね。やはりこいつ、ただの8歳じゃないな。メモったやつか メモったやつだよな、これな。4、6、6、7。待って。おかしいな。ちょ、待って、トイレもう一回見に行こう。10の位が6、1の位が7、1000の位がこれ何なんだ？これ何？ 4 じゃないの？ 4 だよね え、4じゃ、違う、100の位これ8だ !8 だ !8、8、8、8! 違う、これ100の位が8だ !100 の位が、8、10の位が6、1000の位が4、だから、4、8、6、7、これ、こっち、こっちか、こっちでどう？これでどう？どうすか？ どうすか？これでどうすか？果たして、これでいけるのか その、いくぜ！スタンバってる顔がすげえじわるんだよな。はい。あれ？嘘！マジで違うの？え、違うの？マジで言ってる？ん？ちょっと待って待って待って、落ち着こう落ち着こう。冷静になろう冷静に。一旦落ち着いて冷静に。物事を冷静に見ることが大事。はい。100の位、8。8じゃないってことないの？これ8だよな。真ん中にわざわざ線が入ってると多分8だよな。で、8でしょ？で、1000の位がわかんねえんだよな。1の位がない。これ間違いなく合ってると思うんだよ。で、10の位もね、多分。10の位これ0か？待って、6だってそもそも存在してないか、これ。10の位0か、これ。0で言ってみるか。で、多分1000の位。1000の位4だよね。1000の位1かな、これ。待って。もう何もかもかわかんなくなってきた。わかんないよな、これ。でも今更1なんてことないだろ、これ4だよな。てか4であってほしい。あとはもうわかんない。はい、これでいこう。これでいこう。はい、これでいきましょう。意外と、一発でいけるかなと思ったけど、一発でいけなかったね。さあ、勝負だ。4、8、0。7。きたー 家の地下がこうなってんのか。マジかよ。よく見たら結構深いな。右骨。骨どうすんの？やべ。2つ以上持つのは非常に危険です。2つ以上持つのはダメ。1個ならいいのね。あれ？え？ え？ 謎すぎる。こっちか。何これ。棺桶の裏まで大きく時計回りに3周、机の周りを小さく反時計回りに2周、棺桶の裏まで大きく反時計回り1周。え？ちょ、待って メモる。メモりますよ。ちょ、待ってね。棺桶時計回りかける3、机半時計回りに、2周。メモしづらい。メモしづらい。
棺桶を反時計回りにかける1、机を反時計回りにかける3。よし、ちょっと待ってね。スタート。棺桶時計回り3周。ちょっと待って、大きく、ちょっと待って待ちよ、一旦これでやってみる。はい、机を反時計回りに、机を反時計回りに2周。はい、反時計回りに1周。机を反時計回りに3周。よし。なんやねん。これ何？ちょっと待って、ちょっと待って。これさ、一つぐらい持っておこう。ちょっと待って、待って。ああ、よかった。右と左の骨を手に入れて、手に入れたはいいけどこれどうすんだよ手に入れたはいいけどどうすんだよ。生と死を迎え合わせよ。何時我に生を捧げよ。生とはつまり始まりを表すってことだな。始まりを表すアイテムといったら、おそらく何度でも作ることのできるまがいものの骨。これらのアイテムからすれば作られるのでって、それが始まり。なるほど、さすが8歳児だな。死とはつまり終わりを告げることだな。終わりを告げているアイテムといったら、おそらく鎖骨のことだろう。これは本物の人間の骨だしな。すでに人生の終わりを告げていたこのアイテムには死という名がふさわしかったのだろうな。なるほど、さすが8歳児だ。で、これでどうなったの？これでどうなったんすか？おー、水位が下がってるね。ところどころ骨が一体ここで何があったんでしょうか？そんなに人が死ぬほどの何かがあったのか。いくよ。不意打ち好きだな。お、いいね。いいね。そこでハマっときなさい。じゃあ、ある程度時間稼いで、多分このフィールド広いから、ちょっと時間置かないとダメかもしれない。あと10秒ぐらい。え？学習してやがる。はいはいはい、こっちね、ここにいろよ、ここにいろよ。もう来んなよ、来んなよ。よし、もういいでしょう。OK。貫通してくんだよね、なんか時々時々貫通してくるんだよ。はい、
どこなんだよ一体。どこなんだよ一体。鍵を差し込んで動かす仕組みらしい。ほう。暗すぎて進めない。上に行けと。なんか寄生ジョーカーの館みたいな。何これ。木の板。なんかこのゲームってあれだよね。青にリスペクトしてる割には、いやリスペクトしてるのか分かんないけど、隠れポイントっていうものがないよね。この穴気になるな。ほんと気になるね。でもこの木の板で、あ、ここに行けるようになるから。あ、もう置いてあるのか。もう置いてある。あらかじめ置いてあるのね。何かで動かせそうだな。ほう。レバーの鍵。あのさ、これ板いらねえだろ。いらないでしょ。おお、いいっすね。マジでこの木の板を置いた意味は何だったんだろうか。はい、まあ、定番ネタだよな。これはやんないとね。これはやんないとダメだよな。っていうかさ、穴開いてんだけど。いいのこれで。はい、ライター。どうやって取るんだよ。どうやって取るんだよ。全く動けない。放置でいいね。放置でいいね。しばらくはちょっと放置。どうしよっか。なんか塞ぐもの、あの穴を塞ぐもの、なんかない？一部綺麗な床と関係がある。何この黒電話何？電話。え？アイテムなの？数字は綺麗に。木の板は当てますか？はい。574。え、ちょ待って待って待って、はえー、意味わからん。意味わかんない。数字は綺麗に。ちょっとあって、どういうこと、どういうこと。一部綺麗な床。5274。ちょっとわかんない。違うよな。一部綺麗な床。1,2,3,4,5。 5個あって、52つ飛ばして74ってなるか。2つ、ん、1つ飛ばして7なのか。ん、ちょっと待って待って待って。綺麗な床。あれ。ここに来て分かんなくなった。ごめんなさい。ちょっと待って。待って。なんか分かりそうなんだけど分かんないんだよね。分かりそうだけど分かんない。分かりそうだけど分かんないんだよ。5と74が、5と7と4がだけが表示される理由が分かんない。
5と7と4を除けってこと？え、でもそれだとあれだよね。1、2、3、4、5、6、7。7桁になっちゃう。あ、待って。5。これだけじゃ足んないのかな？もうちょっと探索してみる。もうちょっと。ここさ、マジでこのゲーム何なの？暗すぎて進めない。そっか。じゃあ何、やっぱライターゲットしろってこと？待ってね、なんか来そう。ダメだ。じゃあやっぱ明るくして進むためにはライターが必要なんだよね。じゃあここをどうにかしてクリアしろってことか。どうにかしてクリアしろってことか。どうしたらいいんだ。マジでどうしたらいい。ライターが取りたいのに取れない。取りたいのに取れない。謎解きをしろってことがやっぱあれだけで解けと。解けないんだよな。一部綺麗な床。板関係ない。もしかしてこれって普通に1と7と1と7と1と7と6と91と7と6と91と7と6と91と7と6と違うよね。待って、どうしたらいい。全然わかんない。ちょっとカット。1679でした。はい。で、南京錠もう来たよ。もうさすがにこれ来てくれれば何をやるかっていうのはわかるわ。よし、行くぞ、あそこへ。もう相変わらずこれ何なんだよって話だな。この板を置いた意味ね。どうだった、あの板はフェイクみたいですね。はい、かけるに決まってんだろ。行きます。はいはい。しつけえな。しつけえな。最後の一押し必勝だったか。お前でも気破れんだったらあいつでも壊せただろ。なんでいるんだよ。セーブしといてよかった。タイミング。てかさっき地味にバクったよな、1回目。あっと、ちょ、操作が、操作が。ちょ、落ち着いてか、落ち着いて。あれ止まった？あれ止まったよね、今。あれ、はい、おー、危ね。よし。巻いたね。よし、まあライター手に入れたんで行きましょうか。で、何、落としたテレフォンあった。3階の鍵来た。停電。ブレーカー室の鍵取ってブレーカー室で行かなきゃ。何その使命感。ブレーカー室の鍵どこにあるの。パスワード、え、パスワード、ああー、はいはいはい。ね、待って、
574。ここで使うのか。そっかそっか、574ね。よし、ブレーカー室の鍵、なんのその驚きを。8歳のガキンチョのくせに面白いな。で、ブレーカー室か、戻んなきゃいけないのか。わー、なんかやだな、やだな。ブレーカー室ってあれだよね、あっち側だよね。いちいち戻んなきゃいけないのかよ。絶対なんか、なんかってか、あいつ来るだろ、青声来るだろ。オーラ来た、オーラ来た、案の定来たよ、案の定来たよ。セーブしときたかったな。巻いたか。よし、ちょっとなんか暗いから結構不安になるな。で、ブレーカー室ってここだよね。よし、よーし、完璧。なんでいるんだよ。あっと、今の大丈夫なのか。セーフラインがよくわかんねえわ。はい、お決まりの。ちょっとそこでおとなしくしてろ。もういいかな。追ってくんね、今回しつこいね結構。なるほど、あ、しつこいっすね今回、結構しつこい。あぶね、あ、しつこくねお前、どうした。どうしたどうした、急にアグレッシブになったな。もしかしてこれ普通にあれか、あっち側の3階に行かないと負けないタイプか。よし、やっぱそうだね、なんかそんな気はしてた。そんな気はしてた。当たり判定広いんだから、それせこいよお前。はい、めっちゃしつこい、めっちゃしつこい、めっちゃしつこい。めちゃくちゃしつこい。そういうパターンかよ。なるほどね、まあ、やるべきことは分かった、これで逃げ切ってみせるよ。ちょ、集中するから黙るね。ちょっと黙ります。セーブしよう、これセーブしよう。でかい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 。なんで最後だけでけんだよ。お化けが出るという噂は本当だった、無事に帰れて本当によかった。もしこれで捕まってでもしたらどうなっていたことやら。とりあえず今は無事に逃げれたことを喜ぼう。終わりか。すげえあっさり終わった。ということで青声、面白かったです。ホラー要素全然ないけどね。はい、まあ、普通にバカゲーとして楽しめたんじゃないでしょうか。はい。